ただいまから県内での新型コロナウイルスに感染した患者の発生について記者会見を行います。まず概要につきまして知事から発表いたします。はい、新型コロナウイルス感染症に関連した、患者21例目に関する追加の情報についてお知らせいたします。この患者さんは4月15日に発生した患者さんでありますけれども、この件について昨日速報の発表が大変遅い時間になり、皆さんにご迷惑をおかけいたしました。お詫び申し上げます。その原因の一つが、大変多かったということもありますけれども、昨日の検査の中で、2人、再検査、国において再検査をしていただくことになりました。こちらの方で、検査した結果ですね、その判定がどうしても難しいということで、国立感染症研究所の方にその2例は持ち込まれております。したがってその2人については、陰性とも陽性とも確定していないというのが正確なところであります。それではこの21例目について申し上げます。年齢1歳、性別女児、住所高松市、経過としましては5例目から7例目、9例目から16例目の接触者ということで PCR 検査を実施いたしましたが、症状として4月の4日に 37.9 度の発熱、咳、鼻水、医療機関を受診して、9日37度の発熱、咳、鼻水、10日には熱が下がり、咳、真下が咳、鼻水と、11日から15日まで鼻水があったということで、4月16日、本日、感染症指定医療機関に入院しております。状況については私からは以上です。行動歴とちょっと市長さんにお願いします。はい、私の方からじゃあ補足をさせていただきます。本件におきまして21例目、高松市におきましては19例目の感染者ということでございますが、昨日に行われました5から7例目また9から16例目の保育士の所属する保育所にの園児を、昨日の午後、それから本日の午前、午後と、3回に分けて、ドライブスルー方式によりまして、該当者、希望者全員、検査を行うということで、検体を行ったところでございます。昨日の午後行いました49件のうち、この女児が、陽性反応を示したということでございます。でもう一つ一例だけこの保育所関連で、先ほど浜田知事が申し上げました、国立感染症研究所の方に判定が回されている例が一つございます。その女児の、行動歴等でございますけれども、発症前、昨日分かったということですけども、その前14日以内に、家族も含めまして海外渡航歴、県外滞在歴等はございません。で8日以降の、行動歴でございますけれども、8日の日に、発熱をいたしております。先ほどお話しございましたように 37.9 度の、発熱がございまして、咳、鼻水等もあったということで、医療機関を受診をいたしております。それから3月9日の日、その発熱等によりまして体調不良ということで保育所を休んでおります。であと10日の日には保育所に行って、11日は親族宅で過ごしたということでございます。それから12日以降、保育所等が閉まったりしている関係もありますので、在宅で外出はしていないということでございます。4月9日ですね。4月9日ですね。はい、対応として現時点患者さんとの濃厚接触者は9名、ご家族3名、または親族6名が濃厚接触者という
ということで、考えております。以上でございますけれども、この情報について、いろいろとまたその下に書いてありますようにご配慮お願いしたいと思いますし、県民の皆様に対してですね、この患者さんの関係で、いろいろとやはりそのいわゆる差別的な言動につながるようなことはですね、ぜひ控えていただきたいと改めてお願いしたいと思います。この方ということではなくて、一般的に患者さんに対してということでございます。以上です。それでは記者の皆さんからご質問をお受けしたいと思います。ご発言の際には所属名とお名前をおっしゃっていただいてからご質問をお願いします。ではまず最初に幹事社からお願いします。山陽新聞です、よろしくお願いします。クラスター発生した保育所から、園児の、初の感染例が出たということもあってですね、で、府省おっしゃったように、昨日の午後、それから、今日の午前午後、これで園児全員が希望者ですよね、が、PCR 検査を受けるということになるということでよろしいですか。そうですね、全体147名の園児が、在籍しておるということでございますが、そのうち、長期欠席者というか実質来られてない方が4名。2名おられますので、それを除いた、145名という145名について全員 PCR 検査を受けていただいております。145人の検査が、いわゆる今日で終わる、試合もしてるかもしれませんが今日で終わるということですね。はい、ちょっと確認してませんが、もう終わってるかなと思います。いや、そこはまだ見込みであります。検体採取は検査は終わってないんですけども、検査の方に順次持ち込まれて、それが、今日中になるのか、あるいは明日に持ち越す分があるのかないのかはちょっとまだ分かっておりません。はい、知事は2人、再検査、国の方でとおっしゃっていますけど、そのうち1人がじゃあ園児さんで、もう1人はまた別の方ということで、はい、いずれにせよまだ別に陽性となったわけではありませんので、はい、ちょっとそれ以上は控えたいと思います。昨日、差別の発表で、差別の段階で49人が受けられて、そのうち1人が陽性で、1人が、再検査ということで、はい、まだ判断が保留ということですね。わかりましたので、全部145人を、今日、もしくは明日か、行うということで。で、ですね、あと1歳の、女児の方なんですけど、この方は、今年度の入所された方なのか、それとも継続的にずっと3月、4月も園の方に通われていたのか、それちょっとお伺いしたいんですが。はい、継続児さんです。継続ですね、はい、ということはもう3月、4月もずっと、ただ、6日の入所時から入られたというわけではないですね。それで、5、7から9から16例目の接触者ということなんですけど、具体的にはどの方の接触っていうことは特定されないということですかね。6例目、5例目、7例目が1歳児の担任だったのが、最初の3人判明した中の2人が1歳児の別のクラスのそれぞれの担当でしたので、あと0歳児を見られたということで、0歳児、1歳児を中心にと言いましたけれども、昨日の午後は基本的に0歳児、1歳児で、検体を行って、検査に回していたということでございます。ですから、その5例目と7、ちょっと。それを特定しますと、どのクラスの子どもかが、分かってしまいますので、完全に保育士さんが1歳児クラスを担当してからおられたのでというようなことになってますね。1歳児クラスは2クラスありましたが、はい、どちらにも陽性反応の保育士がおりますので、はい、そうですよね、はい、それで
8日に、発熱があったということなんですが、8日 の、 あの朝とか昼とか夜とかっていうとどうなるんでしょうか。はい、8日のですね、朝6時の時点で、熱が、37度8分もしくは37度9分あったというふうにお伺いをいたしております。その日に医療機関を受診されております。これはの感染症指定医療機関ではなくて通常 の、 あの地元とか小児科医さんとかということですね。はい、そうです。はい、この時にあのコロナの疑いであったり PCR 検査とかそういう話にはならなかったんでしょうか。はい、この時はあのコロナを疑ったっていうわけではなく PCR 検査はしておりません。はい、なぜですそのまあ単に熱がついたわけでもないということもあったわけですかね。そこは、まあ、主治医が判断されたんだと思うんですけど、まあ、熱は8日から出たとお聞きしております。はい、それで、10日の時点で、平熱まで下がったということですかね。解熱ということは。そうです。はい、で、まあ、11日から15日までが鼻水がもう咳はもうないということですね。今日の段階でしょうか。はい、はい、本日の9時の段階でございますが、あの鼻水はございますが発熱はないというふうにお伺いをいたしております。咳などの症状も、なんか軽い咳があるとかいうのはちょっと聞いたんですけど、それは、はい、ちょっとあの、治療によりますとそこまでの計算がございませんので、はい、確認ができておりません。あ、症状としては鼻水が出ると、で熱はもうあの6度台というか平熱ということですね。はい、あのそうです、あの平熱ということでございます。はい、ということは入院はだいたいこれぐらいのタイミングで、県内の感染症指定医療機関に入院されたということでしょうか。と恐れます。本日の午前中に、入院したということでございます。入院されたということですね。はい、わかりました。で、渡航歴滞在歴なく、で、濃厚接触者が家族、ご家族、これ両親ももちろん含んでおられますね。同居のご両親含む3名、それから、この3名は当然同居ですよね。同居の家族3名。はい、そうです。で、あとはあのこの6人というのは11日に親族宅に滞在なされた。これ宿泊はなされてないですね。宿泊はしておりません。なくてというこの6人の方ですね。はい、この親族宅に来られた6人の方ということです。はい、でこの9人の方にあの身体的な異常っていう発熱咳などの異常っていうのは出ておられますか。何らか異常がある、まあ、症状があるということはあの聞いておりません。ないということですね。はい、はい、分かりました。ということですね。それで、まあ、今日の段階で49人、まあ、1人保留ということで、現時点で、陽性、まあ、陽性ならある陰性とかだと結果が分かっている園児さんは何人ぐらい今分かるといいますか。午前の診断ならばもう、いや、午前中の検体ですから、検体採取ですから、それを持ち込んでから、環境衛生研究所の方で検査できます。だから午前の1回目の検査でもう結果出た人がいるというわけではない。ではまあないということですね。はい、私先ほど言ったのは検体の話でございます。ですね、はい、検査ではないということですね。了解しました。今日がだから、49人、だからまあ約100人ぐらいを標準に、まあ、検体採取して順次検査されていくということですね。はい、わかりました。じゃ あ、 こちらからは以上です。あの今日午前の分はもうすでにあの陰性、全部陰性だったという報告はここに来る直前に聞きましたけれども、ね、あのそれはその中でどういう人がどれだけ入っているかというのはちょっと確認できております。午前で行われた結果についてはということですね。はい、はい、ありがとうございます。すいません、 NHK の山内と申します。よろしくお願いします。改めて確認なんですけど、まあ、3人家族とあの親族6人が、まあ、濃厚接触者ってことですけど、一応保育園での、まあ、
自動も、まあ、検査はしてますけど、一応濃厚接触者には一応当たらないということになります。保育園の保育園で一緒に保育を受けた子どもたちは結構接触とかはやっぱあったんですか。横のですか。はい、まあ、濃厚接触者ということではないですが、まあ、それぞれの、園児が保育士と接触になっておりますので、それで、まあ、一応全員の園児について、PCR 検査を行ったということかと思います。特にその保育のクラスが何人とかそういったことは公表はできない。以前ももうお伝えしていますので、1歳児クラス2クラスありまして、12名の子どもさんがいらっしゃいます。保育士は2名です。それは変わらずにこの日もこの10日の日も今年度の人数ですから、4月10時点での人数ですか。了解しました。親族宅での接触ってこの どの程度であったのかと。親族宅で、まあ、一緒に食事と、まあ、一緒に遊んだっていう接触です。親族だ。この親族に子供とかって含まれたりしてますか。その直接につきましては親族というようなことしかお聞きしておりませんので、その中身についてはちょっとまだ調査中でございます。その家族構成は全部たどっていくと特定されてしまいますので、できるだけ差し控えさせていただきたいと思います。今回の検査をしたことなんですけど、実際にドライブスルー方式ってどういったものになるんですか。車でずっと並んで待機していただいて、でそのうちで例えば5名1組ぐらいで降りてきていただいて、それで検体をやって、また車に帰っていただくということですね。ですから、まあ、車で順番に並んでますから、その間待ってる間は全く接触がお互いにないということで、感染の拡大も防げますし、まあ、結構順番もある程度はっきりして次から次へこうやっていきますので、まあ、昨日も、2時間予定は2時間予定は12時から3時までかかる予定だったんですけども、2時頃には大体終わって割とスムーズに行けたというふうに聞いております。了解しました。すみません、この前で1歳児の方お子さんなんですけれども、濃厚接触者の検査とかはもう終わってるんですか。この前と言いますと、1歳児の濃厚接触者の検査についてはえー、20例目の方の濃厚接触者の検査につきましては、今進めているところでございまして、本日その、一部を実施する予定でございます。全員ではなく、まあ、今日は一部、はい、まず第一段階今日実施の予定です。すみません、今回の改めて木梨保育所の11人保育士がおられたと思うんですけど、この11人合わせて濃厚接触者何人いて、まあ、全員陰性だったかってことをちょっとお尋ねしたいんですけども。ちょっと調査、濃厚接触者 の調査を追跡をいたしまして、先般の、記者会見では、16名というふうに申し上げましたけれども、さらにちょっと追跡調査をする中で人数が増えまして、36人ということで20名ほど増えましたので、はい、今はそういった状況でございます。11人の保育士に、まあ、36人の濃厚接触者が合わせて
そうです。今回の21例目の、方は9例目から16例目の方の濃厚接触者ということでの PCR 検査をした結果、まあ、陽性に出たっていうことです。で、その先ほど言ったその11人保育士がいたじゃないですか。それはあの36人園児以外に36人濃厚接触者がいた。保育士11人の濃厚接触者が何人かということですね。あ、そうです、はい、そうです。それでこう、すいません、先ほど申し上げました、濃厚接触者の36人というのは、9例目から、16例目までの保育士の濃厚接触者が36人ということです。最初のその4月12日とかに出た分の濃厚接触者4人は除いている。そうです。あ、最初の、3人は除いております。この36人のうち陰性が確認されたのって何人かとかあったりしますか？まず、ドライブスルーで行っております園児につきましては結果が出ているのが、まあ、昨日の方ですが、先ほども知事の方からありましたようにちょっと結果の詳細は分かっておりません。で、昨日実施でした。それから、保育士の家族のものは15日に結果が出ているものが11名おります。いずれも陰性、いずれも陰性です。その36から11引いた25人はまだ、そうですね、36名はあくまでも9例目から16名目までの濃厚接触者の数と思っていただけたら、最初の3例の濃厚接触者のちょっと数は36人入っておりません。この結果というのはまた公表はするんですか？PCR 検査の結果、陽性の方はもちろんこういうのをさせていただきます。陰性とかでもその濃厚接触者の結果とかちょっと出してほしいんですけれども、そこら辺ってリリースとかってされたり、ホームページで出してました、ね、濃厚接触者の場合は本社ホームページの方でも公表の方をさせていただいております。結果の方はお願いしました。
最後も言ってあのドライブする方式なんですけど、それどこでやったかやってるかとかって分かります。まあその辺につきましては、まあ、前もお話しさせていただきましたけども、まあ、0歳から5歳児という幼児で乳幼児でございますし、まあ、家族の方も非常に不安な中、検査をされる、まあ、検体を取られるわけですよね。そういうこともございますので、取材もご遠慮を願いたいということでお願いいたしましたけども、場所についてもご公表は控えさせていただきたいというふうに思います。お願いします。ありがとうございます。それでは幹事社以外からご質問をお受けしたいと思います。ご質問がありましたら挙手をお願いします。どうぞ。すいません、四国新聞です。ドライブスルー方式の関係で少し確認したいんですが、先ほどのご説明だとですね、まあ、車で並んで待つということではあったかと思うんですが、これ他県等ですでに導入されているように車の中にその待機したままここでその検体を取るという方式ではなくて、一回やっぱり降りてもらう形になるということですか。昨日、まあ、ドライブスルー方式で、まあ、された方が、まあ、一番小さいお子さんの0歳、1歳、2歳の一部なんですけど、まあ、大変小さいのでちょっと泣いたりとかいうこともありましたので外に降りていただいて母親に抱っこして、最初にいたしました。まあ、ただこういう形でドライブスルー方式を取り入れて、検体を採取するっていうのは一応香川県でのその PCR 検査のですね手法としては今回のその高松市の保育所での事例っていうのが初めてだったという理解でよろしいんでしょうか。はい、まあ多分いや、よくやったんだ。おそらく高松市さんの方では初めてだったかと思いますけれども、県の方では接触者 の, サンプリングをドライブスルーで方式で行うことは何度かございました。そういう意味でいくと今後その、検体を取るというふうになった時にですね、香川県全体で見た時にドライブスルー方式っていうのは、まあ、引き続きその、まあ、手法としてですね続けていくっていう考え方でよろしいんでしょうか。一般的にそちらに切り替えるというような考え方には今はなっておりません。必要に応じてということかなと思いますか。それはその、当然件数等がですね増えてくるとそういうその患者同士が接触するであるとかそういう感染防止っていう観点でこの手法っていうのは、まあ、あと時間を短縮にするという意味合いが強いと思うんですが今知事がおっしゃってる状況に応じてっていうのは個別のそのケースという意味であって今後、まあ、さらに数が増えていくということを念頭に置いてのお話です。いや、まあ、ケースバイケースだと思いますけれども、まあ、今回は、まあ、子ども乳幼児が、対象だということもございまして、まあ、小児科の先生のアドバイスもあって部屋に集めたら絶対ダメだということとあとやっぱ常に保護者がこう抱いた形でですね、まあ、待っても入れるし、まあ、検体の時もそういう形で取れるという意味でドライブスルー方式が最も適当であろうとしかも人数が非常に多かったじゃないですか。そういうことで今回実施をさせていただいたということですので今後全てにおいてこれが妥当するかどうかっていうのはやっぱり知事も言ったようにケースはケースかなと思います。ありがとうございます。他にご質問はございませんか。どうぞ。読売新聞の片山と言います。ドライブスルー方式の関連なんですけれどもまずドライブスルー方式をいつからやってるのかっていうこと県内ではいつからやってるのかっていうことがまず1点とあと、まあ、ケースバイケースでこれからもやっていくということですけれども、県としてそのドライブスルー方式のメリットとデメリットをどういうふうに考えていらっしゃるか教えてください。
のドライブスルー方式でやりました初めての事例は、確か1例目 の、 確定患者さん の、 接触者検査を行うときに実施しております。ですので3月正確な日にちは今覚えておりませんけれどもの時に行いました。ドライブスルー方式のメリットといたしましては、先ほど説明されましたように検査を受ける方同士の接触が非常に少なくて済むということと、医療機関で行いますと非常に院内感染とかの関係で、ご心配しなければならないということと、患者さんと患者さんの間の時間を空けないと次の方に感染が起こる場合もあるということで、件数がなかなか多くできないということですので、そういう意味ではドライブスルー方式には医療機関に負担をかけないというメリットと、それなりの数が検体採取ができるというメリットがあると思います。すみません、ちょっと補足ですけども、先ほどの知事がケースバイケースと申しましたのは、そういう接触者、濃厚接触者の検査の場合は、ほとんど症状がないとかですね、そういう方が多いのでドライブスルー方式が非常に適してますけれども、やはりもうすごくこう重症度が高いとかですね、CT 検査が必要だとか、そういう方はやはり病院で検査をする必要がありますので、そういう意味で使い分けをするということでございます。最初の例は後で確かめて日にちを追加で提供したいと思います。それと、保育園児 の、 すみません、年齢に関してちょっと細かい確認なんですけれども、0歳児クラスから5歳児クラスというふうにお聞きしてますけれども、5歳児クラスには6歳の方はもう含まれていないという認識でよろしかったでしょうか。通常の言い回しで言いますと、0歳児から5歳児というふうな言い方が一般的だというふうに存じております。わかりました、ありがとうございます。他にございませんか。どうぞ。すみません、朝日新聞です。市長にお伺いしたいんですけれども、以前にも保育士の集団感染があった時にちょっとお話があったと思うんですけども、実際にこういうふうに市の職員である保育士さんが感染されて、そこから預かっている子どもたちに故意ではないとしたとしても、感染してしまったということだと思うんですけども、それについて市の方ではどう捉えられているかを教えてください。はい、結果としてこういう市の保育所におきまして、こういう感染のされた方がこれだけたくさん出たということに対しまして、そのことによって、市民の皆様に不安を与えたりなんかしたことについて、それを所管しております市長として、率直にお詫びを申し上げたいと存じますけれども、保育士自体はですね、ほとんど何の保持でもないと思っておりますし、でしかも感染者の方々を見たとしても、その行動履歴等を見てもですね、普通の生活を送り、しかも保育士という、交代制勤務で、長時間勤務で非常に厳しい仕事の中を一生懸命こなしておると、しかもその感染症が蔓延してしようとしておるという厳しい状況の中で、皆さん子どもたちをどうにか守ろうとして、仕事をしながら、ただ、たまたまといったらおかしいかもわかりませんけれども、こういう、この新型コロナウイルス感染症にかかられたということでございまして、いわばどちらかといえば被害者ということで私は思っております。ただ、そのことで、市の、市民の方々に、不安や心配をかけておるということに対しましては、時である市長として私の方から率直にお詫びを申し上げたいということでございます。それともう一つお伺いしたいんですけども、この1歳の女の子については、20例目の1歳の別の保育所の男の子との関わりというのはなかったと見ているでしょうか。
現段階におきましては接触はなかったと聞いております。他にございませんか。どうぞ。一般放送徳倉と申します。今トータルで145人の検査という中で残りは96人でまずあってますでしょうか。はい、昨日49人やっておりますのでそれを差し引いていただいたらそうなるかと思います。145人から49人いて今日95人はやられています。はい、後で確かめますけどそれでいいと思います。はい、で一応この残る96人なんですけど、大体全部が終わるめどっていうのは今日なんでしょうか、明日まで連れ込んでいくっていう感じなんでしょうか。先ほども申し上げた通り現在まさに検査中で一般のですね、一般というと言い方がおかしいかもしれませんが、その他各保健所からですね、もう運び込まれるものがあるわけで、順次PCR 検査にかけているわけですけれども、それが、コマ中に検査結果が出るかどうかはまだ確たることは言えない状況です。いわゆる結果としてはそうなんですが、一応今日中には全て検体は回っているというイメージで認識でよろしいですか。今進行中ですから、その進行状況いかんによると思っております。前処理はもう済んでると思いますけども、それで、順調に全部いくかどうかっていうのは数も多くございますし、昨日の再検査の事例もありますし、もう5万中に結果が出るとまでは今の段階で断言はできません。あとは確認でこの女の子の家族と親族の9人は、当然これからっていう認識でよろしいでしょうか。はい、高松市保健所の方でその辺の、重要度なその相手の日程等もございますのでその辺を調整させていただいた上で、できるだけ早くという形で進めさせていただきたいと思います。どうぞ。どうぞ。金と申します。プレバネも出ている話かもしれないんですが、保育所とか学童についてはその、ご家庭で見られるところについては、家で見てほしいということで利用の自粛の方を呼びかけられていると思うんですけれども、いわゆるそのハンディキャップのあるお子様が使える放課後児童デイサービスですけど、放課後デイサービス、これについてはそういった利用の自粛を呼びかけずに引き続き通常通り受け入れるということでよろしいでしょうか。デイサービスの方にも同じような通知が、確か要するに家庭で可能であれば控えていただきたいと、県の表現であればそうなるわけですけど、それは出したと思います。ちょっと後で確認したいと思います。あと細かい恐縮なんですが、この21例目の、重近時点親族宅、これは高松市内でよかったでしたでしょうか。それは高松市内でございます。分かりました。で、これはちょっとその、先ほどのご説明で、一緒に食事をしたり遊んだりされたということなんですけれども、でこの方がということではないんですけれども、その知事が先般その緊急事態宣言を出されたときに、その買い物とか仕事以外の外出は極力控えるようにというような行動変容の書き文句があったと思うんですけれども、でその例えば県民の方々がですね、その判断する際に、この方がというわけではないんですが、例えばその親族宅に行ってちょっと一緒に食事をしたりとか遊んだりとか、これはケースバイケースであると思うんですけれども、知事の考えではこういったのをなるべく控えてほしいというふうに考えていらっしゃるんでしょうか。どういう趣旨でその集まられたのかというところまで、
把握しておりませんけども、まあ、例えば法事で親族が集まるというような場合はですね、それは不要不急とは必ずしも言えない。ただやはり3密を避けてですね、いろいろと簡略化して、まあ、食事などもですね、その、まあ、具体的にそこまで言うかと思いますけど、例えば折り詰め弁当とかですね、ここはまあいろんな、まあ、個人のやり方の問題ですけども、できるだけその点にですね、当然換気もしていただく、そういった場所で、間隔も空けてですね、まあ、あの個人をしのぐという、まあ、そういった集まりであってもですね、ぜひ3密、絶対に3密は避けていただきたいということで、この11日のその行動がどうだったかというのは、ちょっと具体的にはその事情も分かっておりませんので、コメントは差し控えたいと思います。他にございませんか。どうぞ。たった今、すみません、読売新聞です。政府の方で、安倍首相が緊急事態宣言の地域をですね、今の7都府県から全都道府県に広げようというふうなことで調整をしているという情報が入っているんですけれども、そのことについて、知事はどういうふうにお考えでしょうか。恐縮ですが、私はそこまでの情報を、まあ、まだ見ておりません。香川県は先日知事が、香川県で緊急事態を宣言されたかと思うんですけれども、その特措法における緊急事態宣言の地域に香川県がなり得るというふうには考えていらっしゃいますか。今までの政府の説明ではですね、それは直ちに該当するものではないと、その愛知や京都についてもですね、いろいろとなんて言うんでしょうか、その基準といいますか、示されているデータ等に照らして考える必要があると、そういう、まあ、スタンスだと理解しておりますので、私ども香川県はまだそういった状況とは異なっているのではないか、政府の考え方が方針が違うということであれば分かりませんけれども、そのように考えております。まだそこまで数が多くないということでしょうか。いろんな指標が挙げられてたと思いますけれども、まだいずれにせよこの香川県数自体もそうですけれども、スピードという点ではですね、期間を区切ってみると倍々になっている面もありますけれども、それだけで、判断されるものでもないと伺っております。ありがとうございます。後ろからすみません、あれですけれどもございます、確認で教えてください。先ほど2件が国に回ったという話がございますけれども、過去これまでの陰性陽性の PCR の中でもそういう例というのはそれなりにあるんでしょうか。そのありません。今回は何回香川県では初めて。はい、ありがとうございます。他にご質問はございませんか。どうぞ。たびたびすみません、毎日新聞の金と申します。今の関連でその国立感染症の方に回すということなんですけれども、これはその、陽性か陰性か、その県内のその機器ではその判定ができなかったということだと思うんですけれども、これはそのあり得ることなんでしょうか。国立感染症研究所の方に回したということでご説明させていただきましたけれども、実際は検体を送るっていう段階ではなくって、データ等を見ていただいているところでございます。で
実はの検査の中で増幅曲線が特異的な新型コロナウイルスの特異的な立ち上がりをした場合陽性と判定するというのがあるんですけれども、この曲線が若干こう判定しづらい場合がございますので、それを今確認いただいているところでございます。他にございませんか。よろしいでしょうか。それでは以上で記者会見を終了します。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。